ファンネルがお送りするサイバーパンク2077続きをやっていきます。では何やら映像が変わりましたね。じゃあ行ってみましょう。よいや、大丈夫？ちょっと大丈夫じゃない。絶好調さ。あ、絶好調なのね。そうは見えないけど。はい、ではなんか右側、ステージに上がるって書いてあるんで行きましょう。ステージには上げられません。なんで？ちょっと何するんです？あ、映ってますね、顔。まあ、モデルはキアヌ・リーブスさんですね。はい、開けます。行ってやる。おお、伝説のロッカーなんだっけかな。掴む。あ、銃持ってんな。今夜俺はみんなに別れを言いに来た。別れを言いに来た。さて、外に出る。人生を無駄にするな。俺らみたいなのを追っかけて人生を無駄にすんじゃねえ。ちょっと何よそれ。それなら話します。さあ、じゃあ行きますか。ジョニー待てよ。なんだよ。やめておけ。考え直すなら今のうちだ。じゃあな友よ、来世で会おうぜ。お別れだケリー。こんなバンドはやめちまえ。会ってねえんだよ。自分のやりたい音楽をやれ。じゃあな。寂しくなるぞ、クソや。アバよ、来世で会おうぜ。かっこいい。ヘリコプターだ。ごめんごめん。俺の計画だ。俺の計画だ。遅いかどうかは俺が決める。さっさと乗りな。早く。了解了解。乗るぜ。俺の計画か。一体何をやるんだ。アンド、よ、シャイタン。出発して。これをつけて。外すんじゃないよ。ヘッドホンですね。音うるさいからかな。飛び立ちました。タバコ吸ってますね。ぽい。アバよ。次の映像。なんだなんだ。2023って書いてあったね。あ、そっか、2077だもんね。私が多分いたのは。50年以上前だよ、これ。多分。外の大騒ぎは計画のうちか。ジョニーのアイディアだ。ゼイランドが荒坂の注意をそらそうと。荒坂。一般人の巻き添え持ちをどうかよ。ガキの使いじゃない。気にしてる場合じゃない。これ右側に出てるの奇獣だよね。これ荒坂ビルかい？荒坂のビルに多分降りて何かやんのか？目標射程に到達。射程だ。派手にやりな。お、いるねいるね。頭がおかしいって。撃て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 。あいつらは誰だと。痛い。あ、やられた。機銃を使う。接続を確立中。いいよいいよ。タレットをやろうか。これは全部破壊した方がいいのかい。私のエイム力では何ともならないけど。あれでも味方っぽいのもいるな。なんかね、あの色ついてないやつがいなかった？ポッシャー？やるぞ、やるぞ！あいつら！
タレットまず、てか照準が見えなくなってる私。勝てえなこいつら意外と。ヘリの機銃だぞこっちは。ごめんね時間かかっちゃってるけど。やりました。こいつがいるんだよなんか。これあれじゃない？荒坂三郎についてた人じゃないのかな。え、あれも撃たないとダメ？あ、あれも撃たないとダメだ。あらら、やっちゃったよ。バックを掴んで飛ぶ。うわ、なんか今放射線のマーク？エレベーターに爆弾を仕掛けて起動。核爆弾かい？重力がやってくれる。こい、爆発で建物の基礎が。あ、違うな。混沌と悲鳴の中、エンドロールが流れる。エンドロール。だからすぐに脱出する。待って。下行けばいいのね。何これ簡単すぎ。はいはい。1たす1は2、2たす2は4。あ、そんなもんね。でないでさっさと終わらせな。緊急避難勧告全周波数で流して。まだやることもある。ちょっとこの声明文って誰が書いたの？今答えてる暇はない。嘘で所長に。マジで言っちゃってるね。この私が言うんだから相当だよ。行くよ行くよ。 Go 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 go。 カメラ壊れるよね。あ、リロードかっけえ。お、強っ強っ嘘でしょこれ。待ってね。いや、ヘッドショットじゃなくても、ちょ、邪魔しないで。カメラ壊しとこう。よし、OK。弾無限だね。これは伝説のロッカー超強えな。よいしょ、やったろ。まだ来るでしょ、多分。これ、胴打ちの方がいいかな。ああ、そうだね。いちいち L ボタンでなんか、やらなくてもいいな。あ、意外と当たらねえ。よいしょ。これ殴ったらどうなんだろう。おお、強い。え、燃えた。何のサイバーウェアつけてんだ、これ。あ、爆弾ね。了解了解。どこにつけるの？ここかい？武士道2の爆弾覚えてる？武士道2。早く急がないとまずい。デモリトロンだ。セット完了。荒坂の精鋭隊だ。了解了解。どうすんの？ケーブルを打って。ケーブル？え、待って、ケーブルを打つ？離陸準備を。オッケー。上行こう。え、まだやるべきことがある。何？まだだ。奴らのサブネットにこいつを流さないといけない。サブネット？やっぱり結局企業の植民地主義なんて関係ない。あのグルーピーの女のためなんだろ。お前にはわからないさ、ローム。4分だけ待つ。1秒でも過ぎたら置いてくから。4分。荒坂の犬どもが迫ってるよ。オッケー。愛してるぜスパイダー。愛してるぜチョップ。あれ、あ、パンチしねえ。よいしょ。クリティカル。アインがやられた。待ってね。おらおら。よいしょ。荒坂の犬はなんてことはないね。あれ、どこにいる？あと上かい。私も上に行けばいいんだろ。結構痛い。どっから撃ってんの？いた。よいしょ。ほら、胴打ちでは意外とやれないのか。よいしょ。よっ、どいてろ。やることがあるんだ。もうすぐアクセスポイントに着く。アクセスポイント、これか。接続。アイスブレーカーね。外国製？アイスブレーカー。誰かさんがサブネットプロトコルを切り替えてさえくれれば。ふざけやがって。手伝わないなら帰れ。手伝ってるじゃない。
そっちこそちゃんと仕事してよ。ありがとな。よし、あとは念のため。念のため？そう、見てよ、私たちがテレビに出てる。次に荒坂タワーの状況をお伝えします。同社は正体不明のテロリストグループによる脅迫を受け、現在もなお避難が行われている模様です。なおテロリストらは犯行声明を出しており、企業による植民地主義の象徴を打ち倒すと主張しています。またナイトシティのムボール・エブニケ市長は、いかなるテロ行為に対しても法的に許される最大限の武力を持って立ち向かうとしています。お、なんか来そうだな。特殊部隊。現地から荒坂タワーの様子を伝えてもらいましょう。現在の状況が少しでも分かるといい。アップロード完了。急いで脱出して。脱出、多分精鋭部隊来るんじゃない。日が来る、屋上へ急いで。了解。走りたいんだけど、私ダッシュ苦手なのね、これ。階段降りて、ダッシュ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 。あれ、ここじゃなかったっけ。ちょっと待ってね。目的、あれ、上になってる。ごめん、失敗した。登ってこっちか。ちょ、どいて。いたー。違うな、ロボじゃねえな。やっぱあのロボだ。あのロボの50年前。あれ、なんだ、倒したのか今。倒せたの今の。よいしょ。あ、ダメだ。銃を取る。え、あ、あいつだ。スマッシュ。言ったろ、ジョニーボーイ。お前の息までを止めてやるってな。腕が。あいつほんと強えな。ラスボスかな、それに近い存在だと思うんだけど。でも別に荒坂を倒すっていう目標で動いてるわけでもないしな、あの B の方はね。これジョニーかい。あれ、結局荒坂タワーは爆発しなかったのか。はい、まだ生きています。わかりました、向かいます。荒坂が喋ってる。誰、荒坂喋ってんの。これでこの記憶のチップみたいなの作られたのかな。行って。よし、もう一度だ。エージェント、お前の仲間たちは何者だ。核分裂性物質の入手元は。相棒にも喋らせてやれや。そこに立ってる奴は大きいものか。話をしたそうだぞ。いた。お前が所属するテロ組織の名前を言え。核分裂性物質はどこで手に入れた。大物の登場。よう、じいさん、あんたのことは知ってるぜ。サブローでしょ。この会話が重要なんじゃねえかな。いいね、見事に吹っ飛んだ。あ、吹っ飛んだの。夫はあのタワーで死んだのよ。誰これ。でもこの世には死より残酷な運命がある。なんかはめられたぞ。殺すつもりはなかったんだ。なぜこのようなことを。なぜこんなことをと。お前がもたらした狂気に終止符を打つためさ。人は嘘つき
自分自身を欺く。だが死者は違う。死者は雄弁だが、彼らは決して嘘をつかない。死者の言葉にはつつましさがある。始めろ。お、何やる気だ。アップロード中、記憶痕跡の転送を開始。ソウルキラー、ソウルキラー、魂壊されんのかい。魂のありどころはもうこの時代は分かってんのかね。お、なんか変な世界になっちゃったなこれ。赤いぞあれ。あれこれ私ではないのか。なんかそんな気がする。上か、上なのか。上に参ります。どこ行った？あっちいる。後ろか？あっちいるね。こんな見えづらいとこ行かないでよ。肩を叩く。お前は何者だ？今のは B になってたのか、もしかして。あ、なんか B のうめき声っぽかったよね、最後。でも完全に頭打たれてたんじゃないのかな、 B は。システム再起動。意外と大丈夫なのかい。どかす。あー、スクラップ場みたいなの捨てられたんかこれ。うわ、全然見えねえ。どかす、どかせるかい。うわ、どかす。うわ、やばい、なんかいろいろ見えちゃいけないものが見えてんのかこれ。ハウ市営前、いや埋め立て地だって。一回直してほしいな。修理してもらいに行こうぜ、リパードグに。まだ立ち上がる気力はないんだろうな。あ、誰か来た。やべ、これ動いてんのバレちゃう。あいつだよね、依頼主だったよね多分。今見えたの、ちょっとね、名前が覚えられてないんだ。あー、引きずられてる。お、デクスか。よし、いいか。俺は言われた通りにした。ここは一つ話を。ああ。デクス終わったな。ほう。竹村、これがあれだね、サブロの近くいた人。お父上の殺害犯を見つけました。この男で間違いありません。俺を犯人にする気だな。はい。1時間後には着くかと。くそ。黙れ。いて。あ、車だ。どこに連れてくんだ。くそ、ひどい匂いだ。そりゃあこんなとこにいたからな。荒坂ビルに連れてかれそうだね。
これちなみにエブリン・パーカーとかは大丈夫なのかね、なんかバレねえのかな。手を貸せ。なんだ、よいしょ、回復。どうしたん、手を貸せって。おお、びっくりした。とりあえず私撃たないとダメこれ。わお、なに、なに、ちょっと待って、銃ねえんだけど今。よいしょ、重量オーバーだって。まあいいだろう今は。これバイク壊れないのかい。私体力ゼロだけど。まずあっちか。おうおう、痛い。これはダメかも。お、すげえ、バックで。うっ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 、バイカーを無力化するって書いてあるんだけど、強いんだけど、ヘッドショットも効かないんじゃない。あ、大丈夫だ。まだいるよ。撃っていいのかい。痛い、あれ撃てないんだけど。あれ撃てるけど待ってね、このリロードして。おう、おうおうおお、リロードした。大丈夫か竹村。よし、私が撃つ意味あった。でも正面衝突してあいつごと倒したんでしょ。誰だったのあの追っかけてきたやつは。気を失ってる暇はないぞ。踏ん張るんだ、いいな。くっそ、そんなこと言われてもとどめを刺す。俺もお前も手当てが必要だ。知り合いに信用できるリパードクはいるか。いる。あんたのこと覚えてる。あんた、確かコンピキプラザにいたな。急いでリパードクのとこへ行かないと命に関わる。ビクターなら助けてくれる。ビクターなら直してくれる。問題はどうやって行くかだな。誰でもいい、助けを呼べ。デラマン。分かったよ。ありがとうございます。お客様の現在地は何県外です。いいから迎えに来い。ミスティのエソテリカまで、ビクのところ。かしこまりました。車両を向かわせます。20分以内に到着する予定です。おい、しっかりしろ。20分か。デラマン便利だな。とりあえず直してもらえるだろう。パーソナルリンクが損傷してる。それでは代わりに B 様の外耳付近への緊急ジャックインをお試しください。ジャックイン。強鎖ニュートス筋の下リンパ節の間に補助神経ソケットがあるはずです。すげえデラマン。血管を傷つけたら死ぬぞ。しかし何もしない場合も死亡します。あった、ソケットだ。では接続してください。すごいな、竹村も頑張ってくれてんね。なんだかんだ、まあなんか敵なんだろうけどすげえいいやつだよね。まあ生かして連れてこいって言われてっから一生懸命なんだろうなきっと。早く中へ。力が、あ、
竹村の方ももうやばいんだろう。少し休む。そいつはお前の力。ミスティ。血圧が下がってる。神経性ショック。危機的状況です。こうなったら後頭骨を切るしかないだろう。それしか手はない。後頭骨。しかしリスクが。少し黙ってろ。いやーこれは命の恩人だな。助かったらね。お、大丈夫っぽいな。これででもなんか幻影が見えるようになりそうだな。まだちょっと意識は朦朧としてんな。竹村の方はちょっとドク、これどれぐらいの時間が過ぎた扱いなんだろう。お前さんほどじゃないが日に日に良くはなってる。治療してもらってますよ。あ、これは竹村か。うっすら意識だけある感じだね。うわ、頭が。ビクターの診療所。気分はどうだ。あ、何かおかしな感じがする。よくはない。耳鳴りがするし幻覚も見える。その幻覚ではどんなものが見えるんだ。まばゆい光、鳴り響く爆音。俺はステージ上にいて息が詰まりそうで胸に憎しみが満ちてる。その気持ちをマイクにぶつけるんだが、結局そんなことをしても意味はないって気づくんだ。それから笑うなよ。荒坂タワーに爆弾を仕掛けた。いや、笑えないな。その後殺された。その後殺されたんだ。あんな恐怖は感じたことがない。ブレインダンスの一種だろうね。セキングにしてもリアルすぎる。 B、 そいつは夢じゃない、記憶だ。チップには人格コンストラクトが入っていたんだ。お前さんはそいつの記憶を見たんだよ。俺の頭の中にテロリストがいるってことか。ちょっと待て。じゃあ俺の頭の中に本物のテロリストがいるってことか。ああ、ジョニー・シルバーハンドがな。活躍してたのは50年ほど前のことだ。荒坂社爆破事件知ってるか。奴の仕業だ。瓦礫に埋もれて死んだとされてたが、とにかく今はそれよりもっと深刻な問題がある。なんだ。なんだ。その生体チップは導火線に火のついた爆弾みたいなもんだ。何？もう長くは生きられない。持って数週間だろう。シルバーハンドのコンストラクトは意識を上書きしていく。最終的には体を乗っ取られ、お前さんは消えちまう。じゃあジョニーになるの。私が乗っ取られて。いい、俺の言ってることがわかるか。直せるんだろう。直せるんだろう。ビクター、俺だって直してやりたい。だがこいつはとても俺の手には負えない。くそ、なんでだよ。
あんた名医なんだろ。本当に聞きたいのか。全部詳しく説明してくれ。何も走らず全部聞かせてくれ。いいだろう。チップにはコンストラクトが保存されてる。ジョニー・シルバーハンドの精神だ。チップスロットに刺した時は何も起きなかったんだよな。お前さんが死ぬまでは。俺はデクスター・デ・ショーンに頭を打たれた。普通ならそれで死んでおしまいだろ。そうだね。幸いデ・ショーンが使ったのは昇降系の銃だった。ヤッコさんの間抜けさに感謝するんだな。弾丸を受けた後、チップのナノマシンが傷を修復し、 お前さんをこの世に連れ戻してくれたのさ。そんな簡単に生き返ったりできるわけない。そんな簡単に生き返れるわけがない。それも昨日までの話だ。今や企業の極秘チップさえあれば死から蘇ることも可能になったのさ。え？じゃあ俺の精神はどうなる。わざわざ他人に乗っ取られるためにあの世から引き戻されたっていうのか。チップを作った荒坂のエンジニアに聞いてくれ。確実なのはお前さんの精神が消えてなくなっちまうってことだけだ。生体チップからしてみればお前さんの脳細胞は切除すべき腫瘍で、その体はコンストラクトを入れとくための入れ物なんだ。つまりそのテロリストは俺を消し去ってこの体を奪おうとしてるのか。そいつの意思でやってるわけじゃない。自動プログラムだ。誰にも止めることはできない。チップ取り出せば、まあ、済むことじゃねえんだろうな。俺はどうしたらいいんだ。ビク、あんたは何度も俺を救ってくれた。あんたになすすべがないって言われたら俺はどうしたらいいんだ。教えてくれよビク。俺にもわからないんだ。ミスティ、とりあえず荒坂に行くしか方法はねえような気がするけどね。竹村どこ行った？もう年なんだからあまり無茶言わないで。すまね。ほら、家まで送るわ。顔怖えな。ジャッキーが死んじゃったことはもう立ち直ったのかな、ミスティは。いやー、そんな感じなんだね。どんどん精神が蝕まれていくという状態で、これから何するんだろうね。まあ、あがくしかねえけどな。それでそいつが死んで、俺も一緒に死ぬんだと思った。眠ったまま、その男と。誰が運んでくれてんの？車椅子か、これ。眠りってのは、死に近い概念だと言われてる。自分が今、本当に起きてるかもわからない。すでに死んでる可能性だってあるだろう。深く考えちゃダメよ、B。忘れるの。ほら、薬を持ってきたから。薬？何の薬？オメガブロッカーよ。定期的に飲めば、急激な変化を抑えてくれる。頭の中のお客さんも多少おとなしくなるはずよ。お、ありがとう。あとこっちは私から。疑似エンドトライジン。ブロッカーとは逆に。進行を加速させる薬。え？加速させる？俺を殺すための薬ってことか。いや、もう疲れた。横にならせてくれ。そうだ、もう一つ渡すものがあった。ビクターがあなたの頭から取り出したの。お守りにって。あ、銃弾だ。じゃあ無理してでも眠るのよ。ジャッキーのことだが。ミスティ待て。ジャッキーのことだが。何？ジャックはよくあんたの話をしてた。あの仕事に行く前、彼と喧嘩しちゃったの。あいつは怒ってなかった。気にしちゃダメだ。分かってる。
ただ最後にもっと違う過ごし方ができてたらって今はゆっくり休んで少しでも寝るのよすまねえな眠りますかんじゃありがとねミスティ寝るわいや寝れんのかこれお守りねとりあえずまあ元気になればあれだねまあ数週間とはいえよく朝ってやつだねまあ朝かどうかわかんないけどお伝説のロッカー。俺はここから出たいんだ。わかるか。邪魔する奴は誰だろうと殺す。お前も例外じゃない。何？あ、今ジョニーは囚われてんだね。このチップにきっと。タバコが吸いたくてたまらねえ。持ってるか。起きる。タバコねどうやって入ったんだどっから入ってきたなんで会話ができて俺が知るわけねえだろクソ点で使えねえジョイトイだな俺の前から消えろ消えてくれないね頭打ってんな大丈夫かお前あんまやめろそういうこと謎の人物とアパートを出る。でも話したよね、もう。おい、ちょ、ちょ、ちょ、何？雇い主は誰だ？言え。嘘だろ。触れんの？嘘だろ。今触れた？やばいな乗っ取られてんなん引っこ抜いた今引っこ抜けなかったんでしょ多分この体は俺がもらうおー絶対になとりあえずあの薬飲まないと分かったかこれは良くないなぁお、まだいる薬を飲む消えな、クソ野郎それじゃダメだ何口に銃を突っ込んで引き金を引け痛い感じるぞ、互いの意識が触れ合って俺は果物に生えたカビからあの薬を飲む聞いてんのか？クソ、気持ち悪い。これは記憶痕跡のコピーに過ぎない。本当の俺はきっとどこかに。俺の頭から、あ、ジョニー？薬飲む。俺の頭から出てけ。何なんだ。これ要所要所で出てくんのかな？いや判断鈍るよ判断鈍るっていうかこれシャワー浴びてんのえー立ち上がるアクト2よしすげえ食べ物を探すとかいろいろ出てるパークを開くあレベル上がったんかB 様、ウェルズ様のご遺体は、あ、届けてくれた？あ、届けてくれたって。ありがとう。ジョブ更新？これなんだ？あ、違う違う、寝るじゃねえ、間違った。
また寝たらまた出てくんじゃんやっちまったな。起きて起きて、さっき寝てたばっかりでしょ。よいしょ、弾薬を補充する任意、インベントリを開いて服を着る、メールを確認する任意。あ、メールね、ちょっと待ってね。いや次回だな。はい、というわけですいません、じゃあ今回以上にしたいと思います。次回この続きからやっていきますので、またよろしくお願いします。では皆様ご視聴ありがとうございました。またね。